こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、世界ではウイルスが猛威を振るっています。それは戦闘機組み立て工場など、現場作業にも異常をきたしているとの話。では、組み立て工場ではどんな対策が取られているのかに注目した。私たちが思っている以上に生産ラインは順調かもしれない。日本やイタリアなどの諸外国の情報も合わせて紹介していきますね。ちょっと気になります。F-35 戦闘機は F-4 戦闘機の後継機として航空自衛隊が導入を計画している。最新鋭ステルス戦闘機です。IT 時代に対応したコンピュータによる情報統合が可能で、ヘルメットによる全方位視界も達成しているという優れものです。この機体は、アメリカ、日本、イタリアで最終組み立てが行われていましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルス、COVID-19 の感染が世界に広まってきたので、従業員への感染予防策として、一時的に生産ラインが停止されていました。しかし、状況が沈静化したと判断したのでしょうか。3月18日からラインを再開すると報道されています。世界中を席巻しつつあるコロナウイルス。新型だからこそ、対応策が後手後手に回り、世界中で日々感染者と死者が増えている状態になっています。この記事を書いた時は、アメリカではまだまだ感染者数はごくわずかでした。トランプ大統領も楽観的な発言を繰り返し、コロナ対策より中間選挙の方に目をやっていたようです。油断していたというは、けではないでしょうが、この時 F-35 生産ラインはアメリカだけが操業を続けていたのです。さて日本ですが、名古屋にある小牧南工場の F-35 最終組み立て、 FACO 最終組み立てとチェックアウトライン生産ラインは3月9日から13日まで稼働を停止していましたが、すでに稼働は再開しているとのことです。関係者の話では、三菱重工業が運営する F-35 最終組み立て工場の生産量は、稼働停止前から目標をかなり上回っていたので、一時的な停止による影響は、ほとんどありませんということでした。これについても、今や状況が激変しています。日本国内で感染者のいない都道府県は6つとなり、東京都ではたった1日で40人もの感染者報告があったというニュースもありました。納期厳守とはいえ、組み立てる人間がいなくては仕事になりません。ロボット作業だとしても、最終的に管理するのは人間のはずです。日本の工場も生産ラインを停止するかもしれません。イタリアの F-35 最終組み立て FACO 施設は、北部ピエモンテ州カメリにあります。このラインは、
日本が生産ラインを停止していた時にも操業を続けていました。しかし、ご存知の通り、イタリアで新型コロナウイルスが爆発的に広まってしまったため、3月16日から工場内部の洗浄と消毒作業を行うために稼働を停止していました。その作業が終了したことを受けて、製造元であるレオナルド社は、18日から操業を再開させる予定と発表しています。今や中国の次に感染者が多いイタリア。18日からの再開は難しいと思われます。もともとの F-35 戦闘機製造元のアメリカロッキード・マーティン社では、アメリカ軍向けだけではなく、海外顧客が発注したほとんどの F-35 戦闘機を生産している。テキサス州フォートワースの工場は操業を続けています。ヨーロッパ向けの生産の一部を担当しているイタリアの工場も、操業停止は短期間で済みました。日本の工場では生産しているのは、日本向けの機体だけなので、顧客への F-35 引き渡しについては大幅な予定変更ということにはならないと思われますと言っています。あまりにも楽観的な考えではないかという気がします。入国者に対する厳しい検査もですが、逆に、国外に出ようとするアメリカ人にも規制が厳しくなっています。ロッキード・マーティン社の操業停止も長くなるのではないでしょうか。この時点では、ボーイングは空中給油機 KC-46A や戦闘機 F-15QAI-F-15EX、FA-18EF、訓練機 T-7A などの生産ラインを停止するつもりはないと断言していました。その上で顧客への引き渡しに遅れはないと話していたのです。しかし、ボーイング737MAX が2度の墜落事故によって運航停止措置の対象となり、収入減により経営状況は悪化します。そして、新型コロナウイルスによって海外旅行者が激減したため、航空機需要も大幅に減ることになります。このダブルパンチのせいで、ボーイング社の資金繰りは危機的な状況に陥ることになりました。融資枠を使い切ってしまったということです。ボーイング社は支援を要請するらしく、トランプ大統領に約600億ドル、約6兆4000億円規模を要請したということです。ボーイング社の要請を受けたトランプ大統領は、3月17日、我々は、ボーイングを守らなければならないと記者会見で発言しました。新型コロナウイルスのせいで悪化した国内経済を刺激する目的で、追加景気刺激策、総額8500億ドルを用意してしたのですが、その中から500億ドル、約5兆3000億円をボーイング社や航空産業への支援に充当することを明らかにしました。ボーイング社の苦境に対して、今まで自社株買いに資金を使っていたのに、
手持ちの金がなくなると政府に泣きつくのは勝手すぎるのではないかという意見もあるそうです。といっても、ボーイング社はアメリカ有数の巨大企業。倒すわけにはいかないというのが、トランプ大統領の本音ではないかと思われます。ですから、ボーイングは何が何でも保たせるのでしょうね。どうせなら、この機に F-35 戦闘機のライセンス生産すればいいのにと思ってしまいます。